はい、どうも長谷川泉です。4月23日メリケンパークでね、このポスターにある通りスパーリング大会をやります。そこで僕はあるレジェンドとスパーリングをします。しかも無料、観覧無料です。ということでね、今日はそれの告知をさせてもらえたらと思います。長谷川泉杯というんですけど、まあ、僕が一応主催してやる、神戸では2回目、1回目は、ハーバースタジオというライブハウス で今回メリケンパークという野外で、ね、やることになりました。普段、練習されてる30歳以上の方が出る大会です。まあなんかこう普段見れないような、お父さん同士の殴り合いも非常に面白いと思うので、ぜひたくさんの方に見に来てほしいなと思ってます。まあ、野外なんで雨とかね、そういう心配がちょっとあるんですけど、当日はまあどうやら、ね、曇りっぽいんですよ。雨降ったら、ハーバースタジオっていう、まあ、すぐ近くのライブハウスも押さえてるので、そこに移動になります。まあだから当日雨降らないことを願いたいなと思ってます。観覧無料なんで誰でも見れます。でメリケンパークっていうと神戸でやっぱりすごくこうなんですかね、観光地というのか、海があってすごいでかいスターバックスがあって、近くにモザイクがあって、大丸とかね、そのブランド街があったりして、まあそこフラフラみんなこう神戸に来た人は遊びに来るような場所、そこにリングを立ててフラーっと来てもらって、リングがあるんでね、そのリングの上で戦ってる人たちを、まあちょっと遠目ですけど見てもらって、あ、すごいボクシングって面白いなっていう、普段絶対お金払って行かない人とか機会がなくて見ない人もフラッとこう見てくれたら嬉しいなということで野外にこだわったんですよ。野外ってなかなかないと思いますよ。ボクシングの興行でもないし、もちろんこういう親父ファイトみたいなお父さん方が戦うのでもないので、まあ、非常に面白い企画になってるかなと思います。まあボクシングを一つは広めたい、あとやっぱね、なんか野外でやってみたかった、でしかもこの観光地のいい場所でっていうのが、たまたま、まあ、その神戸市さんとこううまくこうことが進んだというんですかね。だからじゃあ次、じゃあまた野外でやったらいいやんって思われるかもしれないですけど、なかなかできないんですよ。やっぱこう警備の関係、天気の問題とか、いろんな許可を取って初めてできる大会なんで、で結構労力がいるんですよ。なんで今回これやったら次はやる予定はしばらくはもうないです。まあ、だからできるだけたくさんの方に見に来てほしいなと。これなんかメインっていうか、これが目玉ですよっていうのはありますか？目玉はまあさっきも喋ったんですけど、僕がレジェンド、あの神の左と、スパーリングします。まあ、神ってこっちの方じゃないですよ。こっちの方じゃなくてあの根に神って書いて、そっちの方の神です。神の左言われてるね、あの山中君と今回スパーリングすることが、決定しました。あの今回神戸までわざわざ来ていただいて、やるよという声をかけていただいたんでね、じゃあぜひお願いしようかなと思ってます。ただこう心配事がありまして、まあ、僕はまあ練習してます。山中君ってやっぱ現役に対してボクシングの練習してないんですよ。スタミナ大丈夫なのかなって、その相手やけど思っちゃいますね。だからやっぱそこはね、なんとかこうスタミナごまかしながらも、こうかっこいい姿を見せてもらえたらなと思います。やっぱりこうすごいボクサーなんで、やっぱ見てくれる人もすごいな、やっぱ山中くんはと、もちろん思ってほしい、で僕も思ってほしい、両方がそうやって思ってもらえるようなやっぱスパーリングをしたいので、どっちかがすごくいいな、どっちはちょっと疲れてたなとか落ちたなとか言われるようなやったら、初めから嫌な方が僕はいいと思うので、2人ともやっぱすごいなって思ってもらえるようなスパーリングをしたいから、そういう意味でちょっと練習してほしいなとは思ってます。山中さんから練習してるという情報入ってないんですか？ゼロですね。前の日結婚式で飲んでる言ってましたね。もうね、もうほんまね、もうね、試合当日になって結構人もおって入場あって、絶対で後悔するんですよ。あ、俺昨日飲んでしもた、練習しとったらよかったっていう頃には思ってないんですよ。もうボディでボコボコっすよ。まあ、そんなやつはもうボディでボッコボコですわ。
これ今まで YouTube とかでもよく、はい、あの山中とやってくれとか、はい、そういう声が多かったですけど、はい、夢の対決って。そうですね、夢の対決じゃないかなと本当思いますね。やっぱスパーリング見たいという声が一番多いのが山中くんなんで、まあ、今回こういう形で決まって、だから僕自身も楽しみなのもありますね。ただまあさっきも言ったけど、これ勝ち負けないので、まあなんか本当にお互い楽しめたらいいなっていう大会です。うん、ちなみにゴッドレフト対策はもう考えてるんですか？そうですね、まあゴッドレフトはね、警戒するべきはジャブなんですよ。左じゃないです。まあ彼の一番の武器はジャブです。だからまあそのジャブを出ないように封印すれば、まあ僕が多分ボコボコできると思います。まあ最後は所詮スタミナです。普段練習しないでしょ、絶対スタミナ切れるんですよ。もう最後これ強いな、やばいなと思ったら、もうガンガン手数出して前に行って、二ラウンド目ハーハー言うてるところをスタミナ勝ちします。ずるい作戦です。これさっきからあの勝敗関係ないとおっしゃってますけど、はいはい、ボコボコにするって、はい、ボコボコにして結果ドローですよ。2人とも勝敗ないんでね。はい、なるほど。まあ、あともう一個カードがありまして、はい、青、前回一緒に僕とスパーリングしてくれた青も出てくれます。でその相手が、勅使河原、東洋チャンピオンの勅使が、今回わざわざ神戸まで来て青とスパーリングしに来てくれます。これが一応、まあ、セミになるんですけど、まあ、やっぱ本物の世界トップレベルのスパーリングを見てもらって、でメインは僕と山中君の世界チャンピオン同士のスパーリングを見てもらうという、すごくこう自分で言うのもなんですけど、自分にしか組めないカードができたんじゃないかなと思います。やっぱね、あのボクシングに興味を持ってもらいたい、関係ない人も野外でフラッと遊びに来た人も見て面白いなって一人でも思ってもらったらそれで十分なんで、まあ、そういう風にしたいなと思います。そしてね、これはね、あの屋台も出ますからね、屋台申請もしてます。これ屋台申請も大変なんですよ、取るのめちゃくちゃ大変なんです。それも、僕のうちのクルアタイも出ます、弁当ですけどね。あとラーメン屋さん、有名なラーメン屋さんも、出てもらいます。焼肉丼とかね、いろいろこう屋台もあるので、アイスも出ます。なのでこう本当にお祭りみたいなもんです。お祭りに来る感じで来てもらえたら面白いかなと思います。ちなみに長谷川さん被ってる帽子とかも、はい、あ、これもね、ちょっとね今回、まあ、大会用といえば大会用に作った帽子で、これも販売させてもらいます。まあ、これも数量限定なんで数そんなないんですけど、新作でちょっと作ったキャップなんで、これも販売しますので皆さんぜひ買ってください。4月23日1時からです。メリケンパーク、リングの上で待ってます。カムヒア。